の写真はですね、今年の3月に僕が奄美大島に行って撮影したザトウクジラの親子の写真なんですけど、いやいいですね本当に。でずっとね、特大でプリントしたくって、で最初パイオテックさんのメタルプリントしようと思って、で同じあれくらいのサイズでプリントできるんですけど、仕上げがグロスのツヤツヤした仕上げしかなんか選択できなくって、でマットが良かったんで、今回は写真ギフトっていうイギリスのところに注文しました。で海の中の写真、今までずっとこのソニーのコンデジ RX100 シリーズとの水中ハウジング、これはなんだろう、ファンタジーって書いてありますけど、これの組み合わせでずっと、海の写真って言うと僕イルカしか撮ってこなかったんで、イルカの写真をこう4、5年ぐらいこの組み合わせで撮ってたんですけど、やっぱりカメラやる人は分かると思うんですけど、コンデジより、これは1インチサイズセンサーですけど、1インチセンサーよりマイクロフォーサーズより APS-C よりフルサイズよりミディアムフォーマットの方がより空気感というか立体感というか解像感、そういったものがどんどんこうクオリティが上がっていくと僕は思ってるんで、実際写真を見てもそうなので、もうちょっとやっぱりいいカメラで撮りたいなってだんだん思うようになってきて、でクジラを写真を撮るっていうことになったんで、今回こう一新して機材をで、いろいろ調べた結果、この水中ハウジングをノーティカムっていうところにして、でカメラは RX シリーズじゃなくてソニーのなんだっけこれ α7S3 に、クジラ結構でっかいんで、結構っていうかでかいんですよ、14m ぐらいあるんで、一応 12mm24mm の広角レンズを買って、で結果別にこれいらなかったんですけど、いらなかったんですけどね。でノーティカムのハウジングを買うときに、結構ホームページとかをくまなく見てもなんか説明全然足りてなくて、何を買ったらいいのかとどうしたらいいのかっていうのが全然分かんなかったんで、で使い方とかも全然説明してくれてる人があんまりいないので、 YouTube 上にも。なので今回はちょっとそこら辺をこう広く浅くざっと説明していきたいと思います。まずこれが本体用です。これがレンズ部分のハウジング、エクステンションっていう名前ですけど、でこれがレンズの先端につけるドームポートで、これがカメラのレンズにつけるフォーカスギアとズームギアです。まずカメラとレンズにつけないといけないものを先につけていきますね。こっちがフォーカスギアとズームギア。でレンズは OK で、ここにプレートが入ってるんで、でプレートをつけて、これはね手で締めるだけで十分な気がしますね。でカメラを一応バッテリーとか、メモリーカードとかそういうの全部確認して、でカメラの設定とかも全部やった上で装着しておきます。そし
たらこっち側ですね。ここに使うレンズによってこのエクステンションの直径が変わるんですけど、この α7S3 用のボディはここ直径100なんですけど、この 12-24mm って直径大きいので120っていうサイズにする必要があって、でそれのアダプターというのかな、コンバージョンリングっていうのか、100から120にするっていうやつをつけないといけないので、でこれがそれです。でこれをつけて、で一旦これは置いておいて、あ、置いておかなくていいや一回この状態で初めてレンズをつけます。これでいいかな。でここをやるとちゃんとフォーカスも動きます。一回これで置いておいて、でこっちのドームポートですね、こっち側にエクステンション120のエクステンションで、しかもこのレンズの長さに合ったサイズっていうのを買ってあるの でそれを入れます。まあ、ここをつけるときは立てて、でロックして、ここのロックを外してですね、でロックをしたら、まあ、大体完成ですね。出来上がりです。それでこれで大体もう準備はできてるんですけど、海に入る前にですね、のノーティカムのすごいいいところは、この中に水が入ってきてるかどうかっていうのを教えてくれるシステムがついてて、中にねこの電池で動くんですけど、でここにオンオフスイッチがあるんで、これをオンにすると、そうするとここが青く点滅すると思うんですけど、うん、点滅してます青く点滅してるん でこの状態でロックして、機種によって違うと思いますけど、この α7S3 の場合はここにバキュームバルブがあるので、それで空気を抜いていくと、ここのランプが赤になるのかな、緑か、黄色になってからで緑になるんで、で緑がずっと点滅じゃない点灯している感じになります。で何をやってるかというと、中の空気を抜くことによって、でここ結構パッキンでいろんな部品がくっついてるじゃないですか、だから隙間がめちゃくちゃできやすいんですよ。でその隙間っていうか、そのパッキンとかにもし髪の毛が1本挟まってたりすると、そこから空気が入ってきて、で中減圧したのがだんだんこう減圧状態だったのが普通の気圧に戻ってくるんですけど、その状態だと空気が入ってくるってことは水も入ってくるん で水が入ってきちゃうと困るわけじゃないですか、カメラの中入ってるん でその隙間があると中の減圧状態が通常の気圧に戻ってくるんで、通常の気圧に戻ってきちゃってるとこのランプが点灯するようになるんで、多分赤色だったかなって点灯するようになるんで、あ、どっかに隙間があるなっていうのがパッと見てわかるので、海から出てちゃんともう一回確認してっていうことができるの でこれがついてないやつだと、こう撮影中に水入ってないよねってこうやって確認しないといけないので、まあ、この機能が一応ノーティカムを使う結構理由、大きな理由の一つで、まあ、安心して使えると海の中で。で海の中で撮影が終わったら、
ここのバルブ、バキュームバルブが押せるようになってるので、ここを押して、で中の気圧と外の気圧を一緒にしてからいろいろ取り外したりとかします。まあ、分解の手順は組み立ての手順の、まあ、真逆ですね。それで大丈夫です、まあ、カメラについてるボタンは全部こう外からアクセスできるようになっているので、まあ、何の問題もなく操作はできます。で、そうノティカムのすごいいいのはですね、このシャッター、これめちゃくちゃ使いやすいですね。あの半押しの AF のロックとかそういうのがすごいすごいやりやすいです、ね、これすごい本当良かったですね。で AE ロックとか AF オンとか、なんかそこら辺もここら辺に全部固まってて、でしかもなんかすごいいい感じの、なんかねとてもいいんですよ、ここですごい使いやすいです。で全部のボタンにもアクセスできるし、であとこれはランヤードって言って、あの、まあ、持ち手ですね、まあ、海から上がるときとか、まあ、船に上がるときとか、こう船の船員さんにこうカメラつけるんですけど、まあ、そのときにこう結構重いんで、これによってわあの船員さんに渡すと、そうすると船員さんこう掴めるんで、であとそうですね、フラッシュとかストロボとか、まあここいっぱいつけられるんですけど、僕はフラッシュストロボは一切使わない派の人なので、ちょっとこの辺は全然詳しくないのであれですけど、まあ、それくらいですかね。でこのドームポートはこのネオプレーンの保護カバーみたいのがついてくるので、ね、これもガラスなので割れちゃうので、割れたりね傷がついたりするので、なるべく使ってないときはカバーをしとくようにしておいてます、はあ、それでそうですね、あの僕このノーティカムのハウジングを買うときに、A7S か GFX 用の、まあ、両方売ってるんですけど、まあ、クジラって結構でっかいじゃないですか。あのめちゃくちゃでかいんですよ。あの14メーターとか15メーターぐらいあるんで、もう全然もうめちゃくちゃでかいんですよ。でなので、まあ、とりあえず 12-24mm 必要かなって思って買ったんですけど、あの正直いらなかったですね。あの、まあ、水中入ると画角ってちょっと狭くなるんで、まあ、そういうことも考慮して16-35じゃ足りないかなと思って12-24にしたんですけど、まあ、実際そのね、あのクジラと泳いでて、そのクジラがめちゃくちゃ近くにいるっていうタイミングって、まあ、そうはないので、まあ、大体結構割と5m、10m、20m ぐらい離れた距離で撮影するっていうことが結構多いので、 12mm だとね結構広すぎちゃうっていうことが多くて、で結局ね自分の写真撮ったやつを見返してみると8割ぐらいはね 24mm で撮ってましたね。なので 16-35mm ぐらいがもしかするとちょうどいいのかもしれないですね。 35mm までこうズームできれば、ちょっと遠くにいる時でも、まあ、海の透明度とかにもよりますけど、まあ、写真いい写真撮れる可能性が高くなるので、まあ、16-35 の方が良かったかもしれないです。でのクジラが水面にいる時まあ、結構光量もあっていいんですけど、まあ、クジラが水深 10m とか 15m のところにいるときってこうカメラ下に向けたりするとやっぱり結構暗いんですよね。ただクジラって結構でっかいので、あの基本 F5.3 とか 5.3? あ違う 5.6 とか F6.3 とか、まあ、F8 とかそれくらい、まあ、場合によっては F11 とかで撮る場合とかもあるんですけど、めったにないですけど、あの割と絞って撮るので暗さに強いカメラの方がいいかなと思って α7S にしたんですけど、まあ、意外と大丈夫だったんで、まあ、次は GFX で撮ってみたいなっていうのがちょっとありますけどね。
まあ、でも GFX100 のハウジングめちゃくちゃ高いんで、まあ、買うかどうか分かんないですけどまあ値段がねすごい高いので、まあね、気軽に買えるっていうものではないんですけど、まあ、でも水中ハウジングで、まあ、本当おすすめは何ですかって言われたら、まあ、間違いなくノーティカムですって言えるくらいのブランドだと思います。本当にねかなり使ったんで自信を持っておすすめできると思います。他にも何か質問があれば、まあ、答えられる範囲で答えますんでコメントしててください。では